ナミさんもご苦労なさったんですね。村の運命を一身に背負ってコツコツお金を盗んでいたなんて。村が助かってよかったな、ナミ。一曲歌わせてくれるかい。聞いてください。渡る世間は金任せ。待て、てめえらナミさんの感動エピソード。それよりサンジ、肉が足りねえぞ。てめえは黙ってろ。でも今になって考えてみると、私が背負ってたものなんて大したことないわ。一人っきりで国を一つ背負い込んでた子もいたんだから。そんな骨のある方がこの一味に？ビビって言うんだ。船からは降りたけど、今でも俺たちの仲間なんだ。ビビは私の命の恩人でもあるの。あの時ビビの決断がなければ、私は今頃。麦わらの一味はついにグランドラインに突入した。そこに待ち受けていたのは、アラバスタ王国の乗っ取りを企む秘密犯罪会社バロックワークス。その陰謀を阻止するため組織に潜入していたアラバスタの王女ビビは、素性をバロックワークスのボスに知られ命を狙われていた。王国の命運を背負って一人戦うビビに心を打たれた麦わらの一味は、バロックワークスによって仕組まれた反乱軍の暴走を止めるため、ビビと共にアラバスタ王国を目指す。しかし一刻を争う航海の途上、ナミが突然の高熱に見舞われてしまう。ビビのためアラバスタへ急ごうとするナミだったが、ナミの回復を優先したいというビビの勇気ある提案を受け、ルフィたちは医者を求めてドラム島に上陸した。しかしこの島にいる医者は魔女と呼ばれるドクター・クレハただ一人。彼女は雪山の頂上に立つ城に住み、いつ町に降りてくるかわからないという。一刻の猶予も許されない状況でルフィが下した決断は。みんなにお願いがあるの。船に乗せてもらっておいてこんなことを言うのもなんだけど、今私の国は大変な事態に陥っていて、とにかく先を急ぎたい。一刻の猶予も許されない。だからこれからこの船を最高速度でアラバスタ王国へ進めてほしいの。当然よ、約束したじゃない。だったらすぐに医者のいる島を探しましょう。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。そうさ、それ以上スピードは出ねえ。いいのか、お前は王女として国民100万人の心配をするべきだろう。そうよ、だから早くナミさんの病気を治さなきゃ。よく言ったビビちゃん、惚れ直したぜ。俺はいい度胸だ。ごめんなさい、気を使わせて。無理しないで、ナミさん。悪い、ビビ。やっぱ、私ちょっとヤバいみたい。近くに島があるはずよ、サンジさん。注意して水平線を見てて。確かに、見えた。島があったぞ。いいよ、おぶってくから。それでも悪化するに決まってるわ。早く見せた方がいいだろ、いけるや。てめえがいけてもナミさんへの負担は半端じゃねえぞ。あの山から転落したら健康な人でも即死よ。ナミさん、よろしく。そこなきゃな、任しとけ。じゃあ行くか、サンジ。ナ
神が死ぬ前に。縁起でもねえこと言うんじゃねえ、このクソ野郎。ナミさんは平気そうか。ヤバくなったら焚き火を探して暖を取れ。ただでさえこの寒さだ。それだけでナミさんの病状は悪化していく。わかった、気をつける。少しは元気出たか、ルフィ。ごめん、少し休んでもいいかな。ナミ、分かった、一旦下ろしてやる。
Thank you.
そこのやつ止まれ、逆らうと撃つぞ。くそ、このままじゃ戦えねえし。ルフィ、壁を叩け。サンジ、おい、そっちは大丈夫か。そんなこといいから壁だ、壁。壁、そうか、いいこと思いついた。これだ。ちょっと足が冷てえけどな。てめえじゃねえ、ナミさんだ。ナミさんも安全なところへ。わかった。待て、ここはワポル様の領内、勝手に入り込むとは何事だ。悪く思うなよ。
よし、サンジ手伝ってくるからちょっと待ってろ。ナミさんを医者のとこ連れて行くぞ。こいつら白くてでけえから白クマだよ、間違いねえ。飛んだ。嘘だろ、なんだこの動きは。ゴリラかよ。違う、白クマだ。ウサギだよ。お前今ゴリラって言ったじゃん。いいかルフィ、お前は絶対にこいつらに手出すな。わかった、戦わねえ。フランシェシュート。邪魔すんなら仕方ねえ、ちょっと眠っててもらうぞ。アンチマナーキックコー、アンチマナーキックコー、アンチマナーキックコー。悪く思うなよ、コンカス。
思うなよ。ゴンカス。すまねえがナミさんのためだ。いいと言うまでおとなしく寝てろ。ん？なんだこの振動。何やってんだあいつら。あいつらまさか。やりやがったあのクソウサギども。おいサンジ、どうしたんだ。おい逃げるぞルフィ。逃げるってどこへ。どこでもいい、どっか遠くへだ。雪崩が来るぞ。これだ。
く波温めてやんねえと。ほい。サンジはこの辺にはいねえな。急がねえと。
縄張り荒らして、必ず医者んとこまで連れてくから死ぬ
するんじゃねえぞ二人とも。綺麗な城だ。医者。こいつは全身凍傷になりかけて、こんな格好で何のつもり。すぐに湯を沸かしてぶち込んどきな。こっちは出血がひどいんだ。あばら6本と背骨にひび。俺がオペしていい？一番やばいのはこの娘だね。死にかけてる。大丈夫だ。あの血まみれのガキもこの娘もちゃんと治してやるから安心しな。だかば、なんだよ。わかったよ、助ける。チョッパー、治療だ。